塩釜港まつりの本祭りで塩釜神社と塩彦神社を出発した2基のみこし。1トンの重さがあるみこしを氏子らが担ぎ、202段の石段を降りていきました。気持ちが高ぶっちゃって昨日から寝れないような状態で、全力使い切った感はちょっとありますけど、でも楽しく下ろせました。かっこよかったです。コロナもだいぶ穏やかになって人でも多くて、なんか祭りが戻ってきたなって、こうずっとちっちゃい頃から見てたので、そういう気持ちもあってとても嬉しいので。そして2基のみこしは市内中心部を練り歩き、塩釜港に向かいました。今、塩釜神社と塩彦神社から運ばれてきたみこしが塩釜港に到着しました。この後、松島湾を巡行します。みこしはそれぞれ鳳凰と竜をかたどった御座船に乗せられ、多くの人に見守られながら塩釜港を出港しました。御座船は大漁旗を掲げるおよそ80隻の船を率いて、勇ましく松島湾をめぐる海上渡御を行い、海の安全や大漁を祈願しました。初めてこう海の祭りを見たのですごい感動しました。また来年もみんなで見に行きたいなと思います。船から降ろされたみこしはこのあと6時半ごろに塩釜神社にある神社博物館に戻されるということです。